受福院寛永8年3月6日は、加賀藩祖、前田敏家の側室。二代藩主、前田敏常の母。イボワニに、全従院、日順。妹にやえ、朝倉朱家臣、植木新兵の三女として生まれる。母は同じく、朝倉朱家臣を加崎旧京の娘。父の死後、母は、尾畑久兵に再化したため受福院は、尾畑氏とも称される。 前田利家の正室、松の次女として、前田家に入り、文禄、慶長の役において、名古屋の陣中にあった、利家の身の回りの世話を務めた際にその美貌を見染められ、即室となった。名古屋で解任し、四男、敏常を生んだ。本名は、千代。前田家に仕えるにあたり、同家六女の千代と音が同じということで、千代を保つと解明させられた。 金沢城東丸に今日構えたので、東丸殿と呼ばれた。明本寺境内にある呪福院の五輪の逆手等。方形部分の教寺周囲に、加賀大衆最小教の小母校呪福院伝比、栄逆手玄那大重講師6月12日とある。呪福院は熱心な日蓮衆とだった。慶長6年に養成院日守を招いて、金沢に京王子を創建。同年には、 のとの明政寺を、菩提寺に定め、本堂、五十堂、三十番神堂、祖師堂、主郎、三門などを順次建立した。慶長十九年、二代藩主、年長の死後、十福院の息子、年常が三代藩主となったため、吉春院と入れ替わりに、江戸へ下校し、人質となる。ちなみに、同じ下級武士の娘で、かつての主である吉春院とは、 かなりの不仲であることで知られ、江戸判定で顔を合わせても挨拶を交わさなかったという。徳川家康の側室の用玉院と親しく、共に日蓮宗を熱く信仰した。海見信さん工藤寺の五十頭、見信山奥の井ももえお祖か指導、小中山北家教授の五十頭、鎌倉の長江山妙本寺の五輪頭、京都具足山妙見寺の十一十石頭などを、 建流したほか、安房国の誕生時に、北家業を奉納している。寛永八年、加賀藩江戸屋敷にて死去。池上本門寺で、ダビに付された後、金沢の京王寺にて、再び葬儀が行われ、能登の妙政寺に納骨された。法名、呪福院伝、科学日英大使、ありがとうございます。